なと思ったんですが、まあ、途中スパッと上野さんに早めに変えたような感じがありました。あの辺の采配はどういったあの意図があったんですか？そうですね、まあ、意図というか、まあ、浜村の状態と、まあ、相性だったりいろんなところを考えて、まあ、早めに今日は上野に切り替えました。かなり上野さんが外側のこうチェンジアップを見極められて左バッターですね、かなりそのフォアボールが今日は多かったような感じで、何回かこうマウンドに行くケースがありましたが、あの辺内野手を集めて監督からこうなんか指示を出したということがどういったことがあったかというのを教えていただけますか？はい、まあ、あれだけ経験のあるピッチャーなので、ただあまり今日はマウンドとの相性が良くなかったのかなっていう感じがしてたので、まあ、そういったところで、まあ、ベンチから見てのこう感じだったり雰囲気っていうのを、まあ、本人にも伝えながら、まあ、点数も一応あったので、いろいろ試行錯誤しながら我慢して投げてくれてたんじゃないかなと思います。一方で打線の方はかなりそのお互いにどんどん進めていかなきゃいけない中で、特に8番9番ですね、片岡さんあたりがすごく今日いいバッティングしました。あの辺の打撃はこう見られていて、今日いかがでしたか？そうですね、良かったです。ただまあ相手がいることなので、まあ、今日また明日は違ってくると思うんで、まあしっかり明日に向けて準備したいなと思います。はい、明日も素晴らしい試合期待してます。ありがとうございます。今日と以上です。今日フォード選手、アリー選手の攻略かなり早い段階でですが、この日に向けてはどんな対策をするのか。そうですね、先ほども言ったように参戦の一応準備材料があったので、まあ、そういった中でどういうボールを打ち取られているとか、まあ、そういったところは本人が一番分かっている部分だったので、まあ、そういったところを、まあ、同じ繰り返しのないようにということは準備してきました。手元の記録で恐縮なんですが、先発全員安打、明日はどんな走行をしてください？あ、そうだったんですね。まあ、明日ちょっとまだ対戦相手わからない状況なので、戦い方っていうとはまだ準備はできないんですけど、本当に総決算なので、しっかり自分たちが今までやってきたことをみんなが出し切れるようにしたいなと思います。はい、じゃあ以上で山口監督のインタビュー終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。